大学生ボランティア団体運営メンバーの清水と言います。バカみたいだけど運命の人なんじゃないかなって思ってて。私何考えてたの？清高のこと。あそこにいた時の自分が好きだから。俺だからそういうことが仕事になったらなんて素敵なことだろうって思った。瞳子に最初に話したかったから。なんで？好きになった人だから。え？なんで震災があってボランティアに行ってあなたの人生がおかしくならなきゃいけないの？俺が生きてることの意味が欲しい。安否不明の日本人は清水清隆さん、23歳です。清隆。死んだ父のお兄さんが私を引き取ってくれて。娘でごめんなさい。結婚しませんか？命がけで瞳子さんのこと幸せにしますから。幸せは自分の手で掴むんだよ。これだと思ったら絶対死んでも離しちゃダメ。連続ドラマダブリ、そして生きる、8月4日日曜スタート。全部私が自分で選んだことだから、だから何一つ後悔なんかしてない。